外で話そうか、サトル。寂しんぼか？一人で行けよ。いつまで遊んでる？証拠はどうした？いいかい、サトル。呪術は非術師を守るためにある。それ正論？俺正論嫌いなんだよね。歌姫の通ったたが崩れるぞ。うるせえ。ヒューっとやってひょいったよ。ヒューひょい、わかんない？センスね。ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。万世鏡の方はなんでガキンチョ殺したいわけ？崇拝しているのは純粋な天元様だ。まあいい、この任務はお前たち二人に行ってもらう。なんだその面は。いや別に、ガキンチョの護衛と抹消。そうだ、ついにボケたか。春だしね。あ、学校。クロイ、今何時じゃ？まだ昼前ですが、やはり学校は。うるさい、行くったら行くのじゃ。ああ、メイさんみたいに視覚共有ができればいいんだけどね。それでも異常があればすぐに。サトル、急いでリコちゃんのところへ。あ？肉体が一新されれば術式効果も振り出しに戻る。進化は起こらない。なるほど。メタルグレイモンになる分にはいいけど、メタルグレイモンになると困る。だからコロモンからやり直すって話ね。まあいいや、それで。まあ大丈夫でしょう、俺たち最強だし。あ、何？いや、サトル、前から言おうと思っていたんだが、一人称俺はやめた方がいい。ああ。特にめぐみちゃんの前はね、天元さんに会うかもしれないわけだし、私最低でもオープンしな。年下にも怖がりにくい。ふっ。イエネ食って。サトル。問題ない。待て。いくらあんたでも。シグロ、大丈夫。あいつが離陸前に乗客乗員、機内外をチェックして、飛行中は私の呪霊で外を張りました。下手な陸路より安全でしたよ。サトル、昨日から術式を解いてないな。睡眠もだ。今晩も寝るつもりないだろう。本当に光線に戻らなくて大丈夫か？問題ねえよ。桃鉄99年やった時の方がしんどかったわ。それにお前もいる。